今月シリアとミャンマーに大勝を収め、2次予選全勝で最終予選に進んだ日本代表だが、今後は最終予選を消化するのみで目新しいイベントがないのが現状。そんな代表に強化の場を設けたい当チャンネルは、今回とある棒逆芸を使い、日本をユーロ2024に送り込み、何度目の挑戦で優勝できるかを検証。今回日本はポルトガルがいるグループ F に所属、またゲームの都合上レギュレーションが多少違いますが、そこはあまり気にしないでください。ではまず開幕戦を見ていく。 UEFA からの招待状を受け、参加を許可された森保ジャパン、果たしてこの貴重な場を有効活用できるのか。試合は14分、日本が磨き上げた連携で相手を崩すと、最後は前田が裏を取りシュートも、これは相手キーパーにかき出される。それでも40分、森田のクロスはクリアされるも、セカンドを菅原が拾い、最後は旗手。日本が前半のうちに先制。今季は怪我に苦しみもがき続けた旗手だが、彼には四大リーグに行ける実力はあるのだ。そして前半が終了、日本が1点をリードしハーフタイムへ。試合はエンド変わるとトルコの様子がおかしくなり、日本の追加点も時間の問題に。すると72分、上田のポストプレーが起点となり、最後袴田がシャドウの役割を果たし、日本がレセンキンの追加点。ロマーの方に2発目が打たれ、パレス移籍ほぼ確定の鎌田。同等来期、彼の才能がプレミアに知れ渡るのだ。その後日本は主力選手に休息の場を与え、試合終了。日本がトルコに完勝し、開幕白星スタートに。続く2戦目の相手はチェコ。初戦でいい仕上がりを見せ、大会をスタートさせた日本だが、試合は前半終了間際、町田がライン制御を完全にミスり、最後は大迫との1対1を制され、日本が嫌な時間帯に失点。2次予選では全試合無失点の日本だったが、ユーロに参加する以上無傷では済まないのだ。失点後日本は多少強引でもシュートを打ちに行くも、同点にはできず終了。日本がチェコに敗北し、今大会初黒星。これで次戦の結果次第で敗退の可能性あり。そんな不安を抱えながらの最終節、次に進むためには一つの負けすら許されない日本。果たしてこの崖っぷちの状況を打破できるのか。すると前半、日本は CR7 様を徹底的に封じ、守備で相手を牽制すると、試合は22分、久保のスルーパスは相手に当たるも、こぼれを予測した旗手が回収し、最後は巧みにコースを狙い、日本が雰囲気を一変させる先制弾。これが今大会2ゴール目と調子がいい旗手。彼は代表のレギュラーになっても不思議ではないのだ。先制後も日本はペースを緩めず、一方的に相手を押し込み、ファーストハーフが終了。そして試合は後半に入り61分、日本は上田のズラを考慮し前田と交代。その後交代で入った前田が見せ場を作り、ゲームセット。これにより日本選手は雄たけびを上げ、待ち望んでいた決勝トーナメント進出。結果的に日本は2勝1敗で首位通過を果たした。迎えた魔物が集う決勝トーナメント、1回戦の相手はベルギー。ドイツ開催なのにサイスタで試合を行う日本。果たしてホームの利を最大限活かせるのか。しかし前半、日本は上田で時間を作ろうとするも、周りのフォローがなく攻撃が停滞。それでも41分、渡るの縦パスを合図に日本が連動すると、最後は上田が無謀なシュート。これが入り、日本がベルギーから先制。現在第2次森保ジャパン最多得点者の上田。彼はワールドカップの時より数倍成長しているのだ。そしてファーストハーフが終了。試合はエンド変わるとベルギーが方針転換をし、日本は徹底して弱点を突かれるも、そうなれば日本は三笘の突破力を当てにし、決定的となる2点目を狙い、試合終了。日本が FIFA ランク3位を破り、ロシアワールドカップの時の復讐に成功。
結果的に生き残った4カ国がこちら。 CR7 様のポルトガルが涙を飲む形に。そんな激戦不可避のユーロ準決勝の相手はドイツ。この決勝がかかるところでホスト国と戦う日本、果たして完全不利なアウェー戦をどう乗り切るのか。試合は前半、日本はドイツの猛攻にひたすら耐え間一髪でしのいでいたものの、30分、中山が右奥の選手に気づかず中に絞った結果、最後はヒューリッヒに決められ、日本が守備の乱れから失点。ここ最近は日本に連敗しているゲルマン帝国、彼らはこれ以上失態を晒すわけにはいかないのだ。失点後、日本は献身的な守備で傷口を最小限に抑え、前半45分が終了。すると試合は後半に入り64分、旗手がサネに寄せられるも斜めにパス、その後上田が相手の重心をずらしシュート、これが決まり日本が同点弾。ずらの存在を忘れ旗手の元に駆け寄る上田、彼はずらへの羞恥心を完全に消し去ったのだ。これで流れをつかんだ日本はワールドカップの再現を狙うも、二度もうまくはいかず延長戦へ。試合は延長に入るとドイツがやる気を前面に出し、日本ゴールに襲いかかるも、守備陣があたふたせず冷静に対処し、試合は PK 戦に突入。まず日本のファーストキッカーは上田。果たしてズラの揺れ具合は。若干揺れて吐いたがきっちり成功。しかしその後2人目のアイジェサネが連続で外し、描写キック精度が安定せず、それでも今日の前川はキレキレで驚異の3本連続セーブ。そして決めれば終わりの5人目はモナオ。果たしてワールドカップの悪夢を払拭できるか。完全に逆をつき、日本が PK 戦の末決勝進出。迎えた王者が決まるユーロファイナル、相手はサッカーの母国イングランド。この舞台で森保監督対サウスゲートの名将対決が実現。果たして日本は欧州の頂点に立てるのか。試合は14分、日本が前からのプレスでボールを奪うと、最後は上田がゴール左下にシュート、これが入り日本がチングランドから先制。ゴール直後、ズラを揺らしながらカメラに接近する上田。彼は今後ズラと共存することを決めたのだ。その後は互いに球際でやり合い、決勝らしい試合を見せ、前半が終了。日本がチングランドを沈黙させハーフタイムへ。試合は後半に入っても日本の優勢は変わらず一方的展開に。だが終盤に三笘が謎のダブルタッチで観客をいろんな意味で困惑させるも、大ごとには発展せず終了。これで日本は喜びの感情を爆発させ、1回目のユーロで見事に優勝。今の日本はフルメンが揃えばユーロ制覇は当たり前。それが全日本国民に認知されたのだ。結果的に今大会の得点王はケインとなったが、上田は3ゴールと5大リーグ移籍待ったなし。さらにアシスト王は TAA 君となり、興奮冷めやらぬユーロが閉幕した。ということで検証結果、日本は欧州の銀河系軍団でした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画がありましたらコメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。